ベルリーナープファンク編、または短く、ベルリーナーとは、ジャム入りの揚げパンである。PF、音のかな表記には、他に、ファン、プアンなどがある。また、英語風にバーリナー、バーライナーとも呼ばれる。主にドイツのパン菓子で、甘いイースト入りパン生地を油で揚げ、中に、マーマレードやジャムのフィリングを詰めたものである。通常は、外にアイシング。 粉砂糖、または普通の砂糖がかかっている。チョコレート、シャンパン、モカ、またはアドボカートのフィリングのものも売られている。フィリングは焼いた後に大きな注射器で注入する。英語圏の国ではベルリナーはジェリードーナツとして知られていて通常はジャムを詰めたものを言う。このパン菓子を指す用語はドイツの地域ごとに異なる。ほとんどの地域では ベルリーナーというが、ベルリン、ブランデンブルク、ザクセンの住人は、プファンクーヘンと呼ぶ。プファイクーヘンとは、一般的なドイツ語で、パンケーキの意味である。南ドイツとオーストリアの一部では、クラップヘンと呼ぶ。それ以外のオーストリアでは、クルーラーと呼んでいる。スフガニーやベルリーナーは、伝統的に大晦日及び舎肉祭の祝日を祝って、食べる。ユダヤ教徒の間では、 スフガニーヤーと呼ばれ、ハヌカーを祝って食べられる。一部のベルリーナーに、外見からはわからないように中に、ジャムの代わりにマスタードを詰めておくというのは、よくあるいたずらの一つである。英語圏で有名な逸話に、アメリカが衆国大統領ジョン・カイ・ケネディが西ベルリンを訪問した際のスピーチ、イッヒビンワインベルリーナーが、IAM エジェリードーナツと通訳されたというものがある。 ベルリン市民と本項目のベルリーナーが同じ単語のため些細な文法のミスを洗うものだが現地のドイツでは全く知られていない逸話であり実際には文法も誤っていないため英語圏を中心にジョークが広まった都市伝説のようであるしかしこの都市伝説を逆手に取りベルリーナーにケネリの顔が描かれたキーホルダーがベルリンの土産店で広く販売されている ありがとうございます。